北鶴ボートファイター。はい、一つボートファイター始まりました。7月の4本目ということなんで最後ですね。はい、ちょっと今日2本当てないと多分これきつい負けっていうか、まあ、150% いけないかなというところです。今日は墨の絵優勝戦があるんで、まあ、優勝戦は当てられるだろうというところなので、まあ、あれですね、節間成績がしっかり溜まってるんで、いつも通りそのデータを見ながら慎重に買って着実に回収率を上げたいと思います。はい、さあどうなるかな。ちょっとモチベーションを保ちたいので当ててほしいです。なんとか、はい、頑張ります。どうぞご覧ください。ラウンド1、はい、はい、では、7月のこれラストですね。はい、で7月26日墨の絵の11レースをやっていこうと思いますと。僕の買い目はこちら13000に2000円貼りました。ちょっと勝負の13でございますと。前回やっと1本当てたんですが回収率全然及ばず、まだ 100% 以下という形でしたので、ちょっと絞って自信のあるところにがっつり取りに行こうかなと思っております。13はねやっぱり一番人気の線なんですよ。まあ13か12で売れてるんですけど、どちらかというと13の方がっていうところで、まあここ今平買いで2000円ずつ買ってるんですけど、136なんて来たら最高。これでもう確実に今回は勝ちという形になりますと。まあどうだろうね、でも結構自信があるので、もう久々にここまで4点絞りっていう形でやりましたと。宮崎さん多分これインに全然いけると思うんですよね。実際本節も1回、インからちゃんと一着取れてますし、まあ、モーターもそんなに悪くないと。準優は乗れなかったのかな、だけど、あ、準優乗ってたのか、準優乗ってたけど、こけたという感じでしたけど、まあでも調子悪くないし、モーターも悪くない感じだったので、これ、逃げでしょうと思っておりますと。さて、普通に揃えばいいよ。よし、いいでしょう。ちょっと3号手が出てるけど、逆にいいんだよね。13になればいいんだから。よし、3だ、13だろ。よし。いや、かかってるかい？大丈夫だろ。ダメか。あ、ダメっぽいなー。ダメっぽい。あなー、こう。先回れば大丈夫。先回れない。差しだ。差しは多分無理だろ、これ。ダメか。あ、折り返せばよかったな。絞りすぎたか。3-1でもつくんじゃないか、これ。あー、失敗した。あー、失敗した。久々に失敗したって、すごい自分で思う、これ。あ、3-1でもそこそこついてるわ。3-1だったわ、これ。しかも5か6じゃん。いやー、3頭まであったか。あー、松田選手今うまかったな、まくりだし。でもうちょいだったね。もうちょっと宮崎さんが伸びてたらもうかかってなかったから、まあ、なんとも言えんとこだったな。1331でもよかったけど、1331で13だった場合がちょっと全然ダメだから、なんかちょっと中途半端な書き方しましたかね。13じゃなくて31にフルスイングするべきだったかと。あれ、もうこれ今月ダメじゃないかい。ラウンド2、ファイト。はい、では今月最後のレースと勝負となります。
ちょっと待って、展示は、展示じゃない、侵入は大丈夫だね。はいはい。スミノエの12レース優勝戦になりますと。で僕の買い目はこちら。1、3、4、2、3、4、3、1前でございます。はい、金額未定の通りですが、13,600円使ってます。このぐらい使わないと、あの、間に合わないという感じです。これでもね、もしかして一番安いとこしちゃったらダメなんじゃねえかなっていうぐらいな感じ。はい、でもちょっともうこれ以上はちょっとバランス的に無理だったので、これで勝負させてくださいと。まあさすがに1頭だとは思ってます。本戦は1、3、4、2、3、4だから当てないといけないんで、もうあの本戦ですよね。もう最終レースなんで、勝負って言ってもあの本戦で勝負するしかないです。穴は狙えないと。ただ唯一穴、さっきのね、レース11レースの3-1を見てしまったので、ちょっとこの若林さんの頭っていうのもあるかなみたいなので、3-1でちゃんと流して全にしました。はい、で13,600円、3-1なんか来たら確実に取れます。 150% 超えます。1頭の方だと、まあ、安いとこだとちょっと厳しいかなと。でもそれ高めのとこ来れば全然超えられる。いけ、いいよ、若林さん出てんじゃないの。あ、大丈夫だね、スロー勢が優勢だ。13でいい、13、あ、まあ13じゃ、あ、まあ1か、1だよね、それそれだよね、13だね。12はやめてよ、12マジ話にならないから。いや、12はやめてよ、あれ大丈夫かい。12はやめて、13、13、1、よしよしよし、飛んだ、2は飛んだろ。丸岡さん飛んだろ、これは。135がいいね、135がいい。あ、135は持ってない、135は持ってないからダメ。132だと安いんだよな。でもこれ、あ、これ135か、5はマジでないよ。あ、大丈夫だ、2だね。はいはい、ちょっと気をつけて、慎重に、丸岡さん抜かずとも、抜かずとも、よしよしよし、いいよいいよいいよ。丸岡さんちょっと膨れるから怖えな。あ、でもこれはもうできただろ、132で。でもこれ安かったんじゃないかな、一番人気とかだった気がするな。大丈夫だよね、まあ当たりは当たりなんですがって感じです。大丈夫かな、とりあえずダンケシェン、とりあえずダンケシェン。さてちょっと計算しましょう、結果はこの後。はい、ということで全部終わりましたと。7月、いやー、苦戦を強いられたね。7月は一つは基本的に勝つっていうのがセオリーだったんですけど、久々に苦戦を強いられましたと。でも最後なんとか取れて、今計算したら回収率 108.1%、 ちょっと勝ってるみたいな感じです。よかったけど全然 150% には及ばずと。ちょっと 150% 最近超えてないですね、ここ何ヶ月か。目標が高いのかね、 150% っていうのはなかなか超えられない。なんか最初の方はうまくいってたんですが、まあ、100% 超えりゃいいでしょうって言われると思います。ぶっちゃけ僕もそう思っております。しかし企画的には 150% を目指さなきゃいけないと。これ今月やって思いましたけど、これダメだね。最初の方に負け続けると 150% 狙うためには多分これ満州ちゃんを当てないといけない流れになってくるんだよね。はい、まあ、ちょっと反省、なんか何とも言えない1ヶ月でした。はい、8月また気持ち切り替えて頑張りますというところで、また
どうぞ楽しみにしていてください。ご視聴どうもありがとうございました。ではまた。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。他にもおすすめ動画がいっぱいあるので、そっちもチェックしてね。ではまた。